戦闘マジか。でもまあビビとスタイナーがいるから魔法剣は使えるね。見破るか、まず見破るか。ちょっとビビ防御しなきゃまずいな、きっと。うわ、トランス感情の高ぶりがビビを覚醒させた。ひいき見破る魔法剣ファイヤードンプ魔法ファイヤーエスカッションリンクラー、うわー、とんがりは絶対いい系だこれ。マジかー。でも絶対強えんだよな、粘ってたら割とすぐ死にそう。回復薬今回いねえしな。盗む。はい、150ダブ魔法がファイヤー、ほい。ただ今は攻めよう、なるべく今のうちに削っとかねえと。ファイヤー、よしよしよし。からのとんがり星、とんがり星、一番いらねえやつ、一番いらねえやつ、サンダーだ。うわ、その鎧、やっぱやっぱ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 。アイテムしたいな、盗む。まずいな、まずいな、まずいな。ポーション投げて、魔法剣、まだ攻めるか、まだ攻めるか。よし、戻った、戻ったな、戻ったから、ビビはガードしよう。エスカーション、来た。防御、防御、ファイヤー。オッケー、いいぞ。99、結構食らう。しかし、まだ盗むの俺はやめないよ。盗む。ファイヤー剣。よし。あとなんだっけ、あとなんか。2年くらった、きっと来てる。これで、これで、全力。はい、魔法剣、ファイヤー。防御しよう、ここは。戦う。ビビはちょっと、ワンパンで死ぬ可能性があるから、魔法剣用意にしよう。さっきの作戦だ。マジか。サンダラか。ちょっと待って、ポーション誰がやばい、スタイナーだ。防御、アイテム、時短、立て直そう。ビビの防御は解けねえな、ワンパンで死ぬ可能性があるからな。やばい、サンダラか。どうするか、その防御して時短で回復しよう。時短より今はスタイナーの方が。うわー、 MP ゼロか、これで。くっそー、防御。はい、ポーション投げる。サンダラか、スタイナーだな。うわ、死んだか。スタイナーが死んでんな、まずいな。ペニオから、ポーション間に合い。よし、間に合った。まずい。ファイヤー戦う。はい、ゲーム時短。21、戦う。まあ、ラカ。待て、まずい。やめてくれ。ミス、そんなもの当たらぬわ。ちょっと待って、誰に来る。サンダラ。ビビ死ぬ？大丈夫だ、スタイナーだ。スタイナー回復させて。ポーション回復。あ、飛んでるから当たらんってこと？もしかして。戦うしちゃった。判断ミスか。降りて。ああ、そういうことだ。
誰だ誰だ誰がやばい、一段がやばい、魔法使えってことだなこれ完全に。ビビか、あーちょっと回復してよかったな、さすがに心もとないな。ビビで押さなきゃダメだなこれは。ん？来た、倒した倒した倒した、やったー、あぶねー、手に合わせ握る戦いすぎるだろう。おのれ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 、我が存在理由は勝ち続けることのみ。あ、逃げた。しかし次から次へと黒のなんとかは画面が暗くな、これね、なんでだろう、スクリーンセーバー時間2時間にしてんだけどな。黒のなんとかは何人いるのであるか、キリがないのである。今ので最後だと思うぜ。え、なんでなんでなんで、なぜそう言い切れる。さては貴様、ワルツって名乗っただろ、だから3号で打ち止めと思ったのさ。え、ワルツって3号なの、三拍子ってこと。チタン、あったまいい。ん？スタイナー全く分かってね。あ、南ゲートが見えてきた。リンドブルムへ行くと決めたんだな。城へ戻らないと。そうだよね、だって姫さんはね、なんかやらねばいけない使命がきっとあるんだよね。見たでごじゃる、見たでおじゃるか、我らの改造黒魔導士兵がすべて破れてしまったでおじゃる。スタイナーの裏切りのせいでごじゃる。おじゃ、話すと不安になるでごじゃる。サンゴが戻ってきたでおじゃる。本当でごじゃるか、万歳でごじゃる。しかし様子が変でごじゃる。あれは暴走でおじゃる。魔力を強めすぎたせいでごじゃる。ああなってはどうしようもないでおじゃる。この場は見捨てて逃げるでごじゃる。ええ、我の存在理由は勝ち続けることのみ。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 南ゲートが見えてきたな。ええ、でも追っかけてくるぞ。南ゲートは飛空艇のために作られた巨大な国境の門だろ。うん、だから飛行高度ギリギリに作られてる。つまりあれをくぐるにはちょっとした腕と度胸が必要になる。変わろうか。だが私最後まで自分の手でやってみたい。そうそうそう、この姫さんおてんばなんだよね。あの最初の脱出の時もさ、この船はゲートをくぐる予定にない船だ。下手すりゃ閉じ込められてしまうかもしれない。うん、でも劇場を停できた時チェックは甘かったからな。ま、多分大丈夫さ。だが船長ありがとう。いいね、ありがとうございますじゃなかったもんね。ボンボロだけどエンジン出力はなかなかのもんだな。進路反転であります。姫様、今すぐ舵を戻してください。さっきの黒のワルツメが妙な飛空艇に乗って後方から追ってくるのであります。あれは何をしでかすかわからん勢いであります。だがおっさんの言う通りだ、あいつが追ってきた。まずいなまずいなまずいな、全身全速全身で南ゲートに向かってくれ。いい加減なことを言いよって、ゲートが閉じたらどうするのだ。パワーだけのでっかい飛空艇が小回りの利く小型船をかわせるかよ。あの3号を避けるのは無理だ。だったら逃げ切る、閉じる前にくぐる、それにかけよう。おっさん、あのレバーで最大出力にしてくれ。だが若次郎、今の位置で抑えてくれ。はい、この出力なら迷わず行けばきっと間に合う。あれに追いつかれたらまずいだろう、勝てねえぞ。もうかわいい、
FF 屈指の可愛さだろう、ガーネット姫。あ、帽子、帽子誰の、ビビ違ったし、うお、ビビかっこいい、防いだ、ビビビビ、いや、まだ追ってくるぞ、さすが小回りの利く飛空艇。あ、閉じる閉じる閉じる、うわ、ギリギリ間に合った、わっか、あ、でも後ろも、うわ、サンダラが、ビビ、よくやった、これで無事にリンドブルムに、はい、レッタぽいですね、はい、しかも飛空艇ゲットしたね、うん、いっぱい飛空艇が飛んでて、あ、ここは今操作が効かないとこですね、はあ、いや、黒のワルツ戦はなかなか熱かったし、イベントもいいね、 FF9 のイベントはやっぱ8飛んでるからかもしれないけど、いきなりクオリティがアップしてきてますね。ちょっと無理させすぎたみたいだな。あれ？また壊れちゃう系ですか？どうしたみんな？ダモリこくっちゃって。無事に3号振り切ったんだ。もっと喜ぼうぜ。南ゲート。あれで当分は動かないわ。なんか、事故って、てたもんね。チタン、私大変なことをしたのね。リンドブルムの技術ならすぐに治るって、大丈夫。何が大丈夫か、カーゴシップはガタガタ、積み荷はなくなり、南ゲートは損壊、アマツさえこの自分が盗賊の片棒を担いでしまうとは。スタイナー、あなたを巻き込むつもりはなかったの。でも、おかげで助かりました。感謝します。なんと姫様、もったいないお言葉です。えい、こうなれば、覚悟を決めました。城にお戻りになられる日まで、このスタイナー、お供させていただきます。だが、いいのか？こうなったらこのおっさん、死の果てでまでだってついてくるぜ。ありがとう、ジタン。今、リンドブルムの正面門が見えてきました。あれがリンドブルム城でありますか。なんと巨大な。リンドブルムはお城の中に町があるのよ。うん、リンドブルムに着けばダガーとの旅も終わりなんだな。ほう。いい感じになってきたのにな。時短。僕と、あの黒魔導士って呼ばれてた人たちって、同じ、なのかな。リビドども、妙なことを言われますな。何を気にされているのか、自分には、わからないのですが。わからない？ビビ殿はビビ殿であって、彼らは彼らではありませんか。一体何のことを。おっさん、いいこと言うな。何があろうとビビはビビってことさ、な。うん。よーし、ビビ、甲板に出よう。リンドブルムの城下町は、飛空艇から見ると気持ちいいんだぜ。ほら、早く、正面玄関の天竜の門がすぐそこだ。
でかい。都会だ。あれ、これオープニングじゃない？おー、すげえ街だ。いいですね。リンドブルム巨大城、大きいな。この大きなお城なんだね。アレクサンドリア城よりも大きいかも。そりゃそうさ、ビビ、天下のリンドブルム城だからな。城の中に飛空艇ポートがあるとは。ウラネ様のレッドローズでさえすっぽりと入ってしまう大きさではないか。ダガーは来たことあるみたいだな。ええ、小さい時に何回か。でもお父様が亡くなられてから来るのは初めてです。おっと、早速お出迎えですね、お姫様。これはまた随分と型の古いカーゴシップですな。私はアレクサンドリア王国の王女、ガーネット・ティル・アレクサンドロスです。シド大公殿、シド飛空艇のシド、会いに参りました。あ、ここでは身分を明かすんだね。もうここに用があったってことか。一国の姫君がそのようなボロ船に乗ってくるわけがありませぬ。第一、姫様のお付きがこのメンツとは。何を言うか、無礼ではないか。姫様はお忍びでここに来られたのだ。では、何か王族であるという証をお持ちですかな？あ、持ってるね。ペンダントだ。なんか刻んであるって言ったもんね。このペンダントは天竜の爪。いや、似てるが、形が違うようだ。オルベルタ様をお呼びしろ。貴様のように知性のなさそうなやつが一緒にいるから我々までもが怪しまれるのだ。おっさんが知性あふれる紳士に見えるとはとても思えねえけどな。貴様、これは何の騒ぎだ。はっ、怪しい者たちが太后殿下との謁見を願い出まして、その上天竜の爪にそっくりなペンダントを所持しており、ますます怪しいのです。あとは私が引き受ける。お主たちは下がってよい。はっ。オルベルタ様、失礼しました。ガーネット姫様、さ、どうぞこちらへ。太后殿下がお待ちかねです。ん？うん、わしゃ今休憩してますねん。あ、見たらわかるっちゅう顔してますな。まあそんなことはどうでもよろしいわ。まあかまへんわ、わしの話聞いてきや。そんな嫌な顔せんでもええがな。わしの話は今しか聞かれへんで。ええか、人の話聞くっちゅうのも大事なことやねんで、ほんまに。あれはわしが27の時やった。いや、27から今までを、今を語るの。あ、ぐぐ寝たね。よかった、ぶんね。これは戻ったらどうなるんだ。あ、戻れちゃうのか。そうね、セーブしたいんだけどね。ほんほんほん、シド・ファブール一世。シド大公殿は霧を利用した機関を発明したすごいお方なんですよ。ああ、やっぱりそういう頭いい系の人ですね、シドさんは。飛空艇作ったりね、毎回ね。うん。この名機。ほう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 。
あ、これが初代。なるほど。でもどれもこいつと比べたらただの棺桶よ。なるほどなるほど。モーグリを探したいな。モーグリ多分先に進んだところかな。まあ、この辺は何もないかな。なさそうですね。まあちょっと謁見していきましょうか。ようこそリンドブルムへ。このリフトはリンドブルム城の3つの層をつないでいるものです。霧の下になる最下層からはトロッコに乗り港と裏門へ出られます。港と裏門は飛空艇を使わず入場できる場所だったのですが、霧が出て危険なためどちらも現在封鎖しております。その上が先ほど皆さんがカーゴシップを降りた中層になります。中層からはエアキャブで城下町へ出ることもできますぞ。そして一番上に太鼓の間と会議室のある最上層。最上層は太鼓殿下と私がいるそうで、殿下の許可がなければ上がることはできません。なあ、だがシド太鼓ってどんなやつなんだ。俺リンドブルムにずっといたけど今まで一度も見たことないんだよな。うん、シド太鼓殿下はいつも一歩先のことをお考えの人。少し変わっているところもありますが、お父様の親友でもあった頼りになるお方です。太鼓殿下は私の話を聞いてくださるのかしら。心配するなって、俺が無理やりにでも聞かせてやるさ。間もなく最上層に着きます。ジタンは謁見できるのか。殿下、アレクサンドリアよりガーネット姫が参られました。いかがなされました。太鼓殿下がいないの。王座にはん？ん？ブリ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 、久しぶり。ん？ブブリムシ。あ、ひっぱたいただろ今。殿下、失礼なやつぶり。おい、どうしたんだよ。だが、シドと会うのは初めてじゃないんだろ。って、あれはブリムシじゃないか。ブリムシまで大きいんだね。これは何の真似だ。ブリムシと謁見とは悪ふざけが過ぎる。姫様は決死の思いでここまで来られたのだぞ。姫様に対して、この扱い、もう我慢ならん。どうか、落ち着きくだされ。それは始祖太鼓殿下でございます。まだそのようなことを言うか。待って、スタイナー、そのヒゲはおじさまなんですね。うむ、シド・ファブールであるブリ。我が天竜の爪と似たペンダントを下げていると聞き、姫だと確信していたブリ。久しぶりに会えたというのにこのような見苦しい姿ですまぬブリ。私からお話ししましょう。半年ほど前の晩、何者かがこの城に忍び込み、殿下の寝込みを襲ったのです。我々も駆けつけるのが一歩遅く、殿下はこのような姿に変えられ、ヒルダ太后妃は連れ去られたのです。なんてこと？リンドブルム城に忍び込むなんて、俺くらいの腕の立つ奴の仕業だな。貴様たちがやったのか？それは絶対いないブリ。知ってるのか俺たちのことを。この国を治める者としてそのくらいは知っておかねばな。おじさま、今日はお母様のことでお願いがあってここへ参りました。うむ、分かっておるブリ。じゃが皆は疲れておるだろう。今日は一日ゆっくりと休むがよいブリ。話は明日じっくり聞かせてもらうブリ。わかりました。ではそうさせていただきます。さあ、どうぞこちらへ。お食事の用意ができております。いいね、食事。
城の上品な食事ってのはどうも苦手なんだよな。よくダガーはあんなので食った気になるよ。飯はやっぱここに限る。今日のスペシャルは沈黙のスープか。悪くないな、沈黙のスープ。おやっさん、いつもの安いスープ一つ頼むよ。誰だ、うちのスープにケチつけるやつは。おお、ジータンか。最近顔見せなかったが、スクリーンセーバーになってしまったな。よし、戻った。元気そうだな。へへ、おやっさんも。沈黙のスープだな。よし、待っててくれ。ちょっと、お客さん、そこに立ってられると邪魔なのよ。ヒュー。なあ。あら、何かご注文かしら。飛空艇で、クルージングでも一緒にどう。え、飛空艇。ああ、乗ったことないだろう。空から見るリンドブルムはすごいぜ。そこの尻尾、他のお客様に迷惑だぞ。なんだと？そういうお前も尻尾があるじゃねえか。私の尻尾、お前のと一緒にしないでほしいな。おいおい、ジタン、喧嘩なら外でやってくれよ。久しぶりだな、ジタン、知り合い？よう。どなたでしたっけ？この私を忘れたのかい？覚えてるさ。おしずだろう。違う。クリスティーヌだっけ？違う。あ、わかった。小さい時隣に住んでたネズミだろう。でっかくなったな。しつこいのじゃ。冗談だよ。いい女の名前は忘れないさ。フライヤー仲間。ほんと久しぶりだな、フライヤー。ほんと相変わらずじゃな。何年ぶりだっけ。3年ぶりくらいかの。あれからどうなんだ、見つかったのか恋人の消息は。ダメじゃ、まったく。ということは、リンドブルムに来たのは、やっぱりあれなのか？うむ、狩猟祭には、いろんなところから腕に覚えがあるものが。狩猟祭か、次は。お主は参加せんのか？俺はパスね。なんじゃ、つまらんやつじゃの。国に帰るつもりはないのか？ブルメシアに帰る理由もないじゃろ。それに私にはもう必要ない国じゃ。フライヤーが仲間になったってことは今5人だよね。あ、でも抜けちゃうのかな、ビビ。いや、でも抜けないよね、多分ビビとスタイナーも。プラネ女王は元気にしておるぶりか。はい、でもお父様が亡くなられてからお母様は人が変わったようになってしまって。愛しておったからな。あいつを亡くし、さぞかしブラネも辛かっただろうぶり。最近では城に怪しげな者の出入りが目立ち、私ともあまり口を聞いてくれなくなりました。何かを始めようとしてるんです。お母様は何かとても恐ろしいことを。でもアレクサンドリア城の者は誰もお母様を疑おうとはしないんです。みんな私がそんなことを言うのは父親を亡くしたからだろうと。それで父上の親友であったこのわしを頼ろうと思ったぶりな。はい、お母様もおじ様の話ならばきっと耳を貸してくださると思って、リンドブルムから劇場艇が来る時を待っていたんです、ここへ来るために。偶然にもその日、劇場艇には私を誘拐しようとタンタラス団の皆さんが乗っていて、タンタラスに
姫の誘拐を依頼したのは他でもないこのわしぶり。そんな裏が、え、アレクサンドリア王と約束したぶり。もし何かあったら姫はわしが助けると。我々もアレクサンドリアの近頃の不穏な動きを早々に察知していたぶり。一歩先を行く男指導。しかしこのわしが直接動いたとなれば戦争のきっかけを作ってしまうぶり。バクーとわしは訳ありの中でな、今回はやつに一肌脱いでもらったぶり。劇団タンタラスが姫を誘拐、劇場艇に乗って姿をくらまし、ガーネット姫も行方知れず。今のアレクサンドリアは我々に助けを求めてくることはないぶり。目立つ行動を取らなければ向こうには気づかれないぶり。ダリ村でクロマ同士を見てしまったんです。心を持たない魔力で動くゴーレム、しかもアレクサンドリアの管理下でクロマ同士軍団が作られていたんです。ビビとの関係はわからないけど、もしお母様があのクロマ同士軍団を使ったら。そうなる前にわしから手を打とう。それにたとえ黒魔同士軍団があったとしても、我ら飛空艇団がある限り向こうも動かんぶり。あとはこのわしに任せるぶり。お願いしますおじさま。これこれ予算か、かしこまる必要はないぶり。わしはこの国の君主としてではなく、おじさまとして姫に力を貸すぶりよ。ありがとうおじさま。ここは？ここが我がリンドブルムの魂ともいえる飛空艇団のドックぶり。でもこのドックは空っぽ。そう、この一番ドックは飛空艇の研究をするところでな。半年ほど前までここには新型の飛空艇があったぶりよ。霧を全く必要としない画期的な動力機関を持っていたぶり。まさかおじさまを襲った人たちがその飛空艇も盗んだ。いや、そこなんだが、実は城下町の坂上に可愛い娘がいてな。それがこれと。その娘を見て浮ついていたわしは怒ったヒルダの魔法でこの姿にされたぶり。そして皮肉にもヒルダガルデ1号と名付けたその飛空艇で出て行ってしまったぶり。それ以来帰ってこないぶりよ。すぐに2号機の建造にかかったが、この姿ゆえ思うようにはかどらないぶり。我ながら情けないぶり。そんな裏が。しかしブラネ女王のことはしっかりやるぶり。はい。でも南ゲートが壊れてしまって、アレクサンドリアへは。うむ、それなら大丈夫。復興作業はすでに始まったぶり。ゲートが直ったら一緒にアレクサンドリアへ行くぶり。ええ、きっとお母様も目を覚ましてくれるはずです。おじさま？ああ、劇場艇が落ちたと聞いたときはどうなるかと思ったが、バクーのやつ、優秀な部下を持ってるよぶり。おはようジタン。早いなビビ。リンドブルムの街って賑やかだね。こんなたくさんの人僕初めて見た。一人になりたくなった時はみんなどこへ行くのかな。この街はいつもこんな調子さ。いろんなところから人が集まってくる。飛空艇技師を目指すやつや劇場外で役者になりたいやつ、みんなすごいんだね。ま、中には俺みたいなはみ出し者もいるんだけどな。気づいたら俺はこの街にいてタンタラスのやつらと暮らしてたんだ。みんなここに住んでるの？ああ、劇場外に俺たちのアジトがあるんだ。俺はアジトへ戻るけど、どうだ？ビビも一緒に来るか？
ううん、僕は町を見に行ってくるよ。そうか、それなら俺がガイドしてやってもいいぜ。え、いいよ、僕一人で大丈夫だから。そうか、俺がいちゃ邪魔だな。可愛い女の子見つけてこいよ。お、アクティブタイムイベント教えてモグ太郎、初めての合成。あんちゃん、今日もいろいろ教えてほしいくっぽ。よしよし、何でも教えてやるぞ。今日は特別に合成屋についてもレクチャーしてやるからな。うん、合成屋か。ああ、なるほどね。装備は完成品を買うだけじゃなくて、二つの装備を合わせ合成して、新たに装備を作ることもできると。あんちゃんは本当に物知りだくぽ。合成してみたいね。よし、じゃあ早速行きましょう。というかセーブしたいね。ちょっとね、今回切り時がちょっとわからなくて、かなり長く撮影してしまったんで、パートが細かく分かれてるかもしれませんが、そこはなんとか編集でうまいことやっていきましょう。モグネット。うん、時短宛に手紙が届いてるクポ。クモップからモックへの手紙を預かっています。うん、ルビーから時短への手紙。みんなアレクサンドリアには戻ってきひんの？なんか寂しいなぁ。というのは嘘で、実は城下町の裏通りに攻撃場を作ることになりました。ほんまは酒場のマスターがマスターを辞めて攻撃場を作るらしいんで誘われただけ やねんけど。なんだ、ルビー。なんかそっちはそっちでうまいことやってますね。うん、お友達が小劇場を作るクポ、楽しそうクポねー。はい、じゃあセーブしましょう。はい、じゃあ長くなりましたが、今回ここまでにしましょう。皆さんどうもご視聴ありがとうございました。